みんな旅してる？どうもしげです。新潟第一は長岡市、母親の故郷、懐かしい町。それではスタート。今日からまた新たな新潟旅へ出かけます。まずは山手線で東京駅に向かいます。新幹線乗る前に水買っておきます。上越新幹線トキで長岡へ向かいます。上越新幹線トキ乗り込みました。 Wi-Fi も電源も揃っているので作業を頑張ります。田んぼが見える。さすが米どころ新潟。東京から長岡まで上越新幹線で約1時間40分新潟県長岡駅到着。母親の実家があって毎年帰ってたんですよね。懐かしい。今回の宿ゲストハウス長岡町宿。チェックインしました。男性の相部屋かなり広め、ベッドも寝るだけなら十分快適そう。ベッドの隣についてる専用ロッカーもかなり広い。バスタオルは100円払ってレンタルしました。おお、すごい。トイレも広くて清潔。洗面台も男性フロアだけで6個ある。更衣室も広い。シャワーブースが全部で4つ。男性フロアの共有スペース、デスクとコンセントもあるから作業もできる。 Wi-Fi 爆走。夕飯までしばらく作業します。夕方になったので飲み行きます。本日の店は山屋。カウンターに日本酒のボトルが並ぶ。とてもナイスな店内。新潟1杯目アサヒスーパードライ。お通しは枝豆。刺し盛り来ました。大ぶりでうまそう。納豆入りとちお油揚げ来ました。ほらこれ見て、結構中ぎっしり納豆。2杯目ジャンゲ純米吟醸オリガラーミ辛口生。笑っちゃうほどうまそうな銀だら焼き小さめで、合わせる酒は一条純米酒。4杯目蒼天坊純米酒。さあそろそろ締めに取り掛かります。まずクジラ汁。来ました、締めの筋子おにぎり。5杯目緑川緑。いや本当、あら、あら、山梨の試験ついてもらいました。
マスターの銀ちゃんで、いやーめっちゃ飲んだ宿帰ってきました。うたた寝してたら遅くなっちゃった。おやすみなさい。おはようございます。 36.7 度異常なし。腹減ったので昼飯食いに行きます。雪国長岡はアーケード街が続いてるんですよね。新潟といえばヘギそばということで、小島屋本店ヘギそばとタレカツ丼小のセット。今日は一日長岡をぶらついてみたいと思います。ここ殿町は長岡一番の繁華街らしいです。パブ、スナックなんかも何軒か並んでます。雁木の街並み、雪国ならではの趣があるんですよね。なかなか年季の入ったビルですね。この通りは両脇にパブ、スナックの看板がびっしり。レースクイーンがいっぱい。本当ですか？長岡で記憶に残ってるのが道路がやたら茶色なんですよね。なんでなんだろう。この交差点懐かしい。地下に潜ってく道路が特徴的でよく覚えてる。子供の頃この川よく通った気がする。うわ、多分この通りがじいちゃんばあちゃんの家があったところ。今は全く違う家になってるけど、確かここだったんじゃないかな。当時はなかったマンションが目の前に建ってたり、ちょっとびっくり。うーわ、懐かしいね。この公園でちょくちょく遊んだわ。おそらくここが長岡で一番の交差点。へえ、すごい。何ここ、こんな洒落た建物に市役所が入ってるみたい。長岡といえばやっぱり花火ですよね。長岡城二の丸跡、街中にひっそりありました。長岡駅前に戻ってきました。長岡城本丸跡、長岡駅前なんですね。左が二尺玉、右が三尺玉の打ち上げ筒。河合嗣之助記念館、河合嗣之助邸跡に記念館が建ってるんですね。長岡が誇る偉人、山本五十六記念館。連合艦隊司令長官としてとても有名ですね。ここが山本元帥生誕の地だそう。現在は静かな公園として整備されているようです。とても立派な山本五十六の像がありました。復元された山本五十六の生家、中に入れるようになってました。33度ぐらいあってめちゃくちゃ暑かった。宿帰ってきました。夕方なので夕飯食いに行きます。今夜は15年前にじいちゃんばあちゃんに連れてきてもらった寿司をし、とりあえず酒はアサヒスーパードライ。お通し、まずはアジの握り。続いてスズキの昆布締め、赤イカの握り。続いてはタコです。小肌来ました。続いての酒は久保田の千寿、赤貝の握り。
あ、新潟市の方にかなりそう親戚は いるっていうふうに、はい、ありがとうございます。続いてウニ。このお店名物の裏巻きが来ました。3つ目合わせる酒は泉新純米大吟醸。思い出の味を堪能できて最高の時間でした。さて少しだけ夜の長岡パトロールしたいと思います。ということで夜の殿町やってきました。無料案内所もバスウェイ感が漂ってますね。長岡一番の繁華街、夜はこんな感じ。楽しい声が漏れ聞こえてました。以上、長岡の夜のパトロール。パトロールを終えて、平和に宿に帰ってきました。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。36.5 度。異常な話。チェックアウトして長岡駅前へ戻ってきました。長岡の B 級グルメといえばフレンドのイタリアンらしいので買ってきました。ほう、これがイタリアン。今回は餃子とのペアを買ってきました。朝飯食ったのでしばらく駅のスタバで作業します。アイスコーヒー飲みながら編集頑張ります。長岡最後に長岡駅ポンシュ館行ってみましょう。利き酒がたくさんできる利き酒番所行ってみましょう。うわー見てください、日本酒がたくさんある。新潟の89蔵集まってるということでどれ飲むか迷っちゃいます。このボトルたちが飲めるってことですね。すごいですよ、現在は111種あるようです。まずは500円でおちょことコイン5枚ゲットします。何種類かコースもあるようなのでこれ飲んでみましょうか。おちょこをセットしてメダルを入れると酒が出てきます。いいね。2杯目極上吉野川。3杯目は腰の影虎。4杯目麒麟山。5杯目今よつかさ。5杯飲んじゃったけどツイッターに投稿してさらに1枚ゲット。最後6杯目越後伝右衛門。うん、ポンシュ館、いやー大人の遊園地だった。信越線でこれから新潟に向かいます。長岡から新潟まで信越本線で約75分。新潟駅到着しました。今回はここまで。長岡2泊の旅費は37,310円。長岡からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。